お前も家族だ。さて、それでは続きをやっていきましょう。ちょっと待ってね、人形調べたくないけど、ちょっと軽く調べます。何もなし！よし！よし！ミア。扉あったの？ミアちゃん、ミアちゃん？ミアさんどこ行ったの？ちょっと待って、これは。暗い！暗い！もうちょっと明るくして。長い階段、長い階段。自動的に開くとこが怪しい！待ってくれ。入りますよ。待ってよ。ミアと合流してからなんでこんな雨降ってんのよ。さて、ここには何もない。布みたいなのがあるだけ。電話！何もなし！この電話は何もなしなのか。はい、チェックポイント入りました。チェックポイントが入ったということは何かあるな、この先。この先何かあるぞ。ん？廃屋の見取り図。マップを見る。お、いいねえ。うん、ほんほんほん。屋根裏とかあるみたいですな。と、地図を見た感じ。洗面所がここにある。何もナッシング？何もナッシング。回復薬！振りかけると瞬間的に傷口を止血し、送水器の再生を促す薬品、体力がある程度回復する。なるほど。回復薬！回復薬が2つ手に入りました。さあ、ここから何が起こるかな？だいたいね、こういう回復薬とかいっぱい手に入るときってね、なんかあるんですよ。ここは入れますか？開きません。え、開かない？え、開かない？え、開かない？開かないってことは戻るしかないの？まあ、回復薬2つ取りに来ただけですかね。ミアどこ行った？ミア何？まあ、こっちしかないんだよな。鍵閉まってるから戻るしかないよね。待って、なんか聞こえる。待って、なんか聞こえるよ。貞子かよ、貞子かよ。ちょっと待って待って、何？どうしたらいいのこれ？すげえ力。ウエスカーかよ。待って。ミア待って、何持ってるあなた。何持ってる待って、アホか。何持ってんだこの人は。いったー。ちょ、何待て、いっついから。ちょ、なんでなんでミヤさん、あなた狂ったか。痛いよこれは絶対。痛いから。あー、これは声が聞こえる。はい、あの子が私の体の中に戻ってこようとしてる。やめて、出てって。何やってんのミヤ。私が悪いの、当然の罰よ。ミア、どうした？自分で壁に頭ぶつけて、血出るくらいぶつけて。え？回復薬を使う。すげえな、回復薬。
もう本当にそう使うのね。え、でも、ミワさん。マトリックス、マトリックスっていうか何、なんていうの、それは怖い。待って、斧がある、斧がある。この斧で。R2 で攻撃。うわー、ガードどうじゃ、どうじゃ、皆さんよ。痛いんじゃ、痛いんじゃ。何すんねん。皆さん、あらー、皆さん、ごめん、結構ね、斧でぶった切ってたけど、殺すつもりはなかったんだ。これは何もなし。え、ちょっと待って、ミヤどうしたらいいのこれ。え、どうにもできないの。電話を取るのこれ。目的が電話を取るになってるんですけど。頼む、頼む、そんな怖いのではなくてくれ。ここに来るんじゃなかったね。誰だ、一体何が起きてるんだ。私はゾイ、屋根裏から逃げられるよ。屋根裏、今すぐ行って早く。何、ゾイゾイとか言う人から電話が。え、あのさ、地図の鍵かかってたとこが開いてるんですけど。ミヤがいない。ミヤがいませんよ。斧は拾ってきますけど。なんでミヤいなくなっちゃったのかな。ちょっと待ってね。これミヤが開けてったのかな。ミヤが開けてったのかな。おー、屋根裏に向かう。いないね。すっかり夜だよ。これどうしたらいいんだ。屋根裏っておそらくここのボタンですよね。反応がない。反応がないっていうのもな。なるほど、思い出した。さっき、チェーンカッターで開けれるとこ見たな。左に、敵へなし。で、ここが、チェーンカッターですな。さあ、開けましょう。ヒューズゲット。うん。ステアーズとかなんか書いちゃったね。はい、はい、はい、あれはおそらく、ミヤさんでしょうな。ミヤさんでしょうな。斧で頸動脈のあたりを思いっきり切られてたけど生きてるのね。こんなホラーゲームありか。ドアを閉める。ああそうだ、そうそうそう、こっちだな。ヒューズを取り付けると、ステアーズだから、あ、そうか、さっきのとこに戻らないといけないわけか。うわぁ、もう、ミヤ、ミヤ、大丈夫、私よ。私よ。傷つけるつもりはなかったんでしょ。待って、待って。よくもやりやがったな、このクソ野郎が。この表現ぶり、待ってくれ。お前も味わいやがれ。ああ、え、痛い、これは痛い。何これ、何で刺されてる、何で刺されてるこれ。ちょっと待って、抜けない。今どんな気分か教えてよ。待って、あなたがその手に持っているものはチェーンソーですよ。待て。待って、チェーンソーで左手切られたんでしょ。これってあれか、グロテスク版だと
手取れてるのか、もしかして。約束全部一つ残らせもやってやる。回復薬なくなっちゃったけどさ、思うんですよね。チェーンソーで、もうおそらく左手切られたと思うんですけど、死ぬよね。まあ、とにかく逃げようか。ステアーズ。これはこれは面白い仕掛けで。こういう仕掛け大好きですね、バイオハザードの。おぉ。あー、マネキン、ま、そういうのなし。あ、マネキン壊せる。マネキン壊せるのか。お、回復薬。お、ハンドガン。よし、これで。ハンドガンの弾もゲット。あ、構え方が、あれなんですね。構え方が BO3 とはちょっと違うのか。ちょっと辛いな。 BO2 と一緒じゃないと間違えてね、こうやってガードしちゃう可能性があるわ。お、壊していこう。壊れない。あのさ、壊したらなんか出てくるでしょ。なんか出てこないの、逆に。壊さなくても弾は手に入るみたいだな。まあ、壊しとこう。何かが手に入るかもしれないから。これは開けれない感じね。何見てんだよ。ちょっとごめん、怖い。あなた怖いわ。よしよしよし。探索は大事。ハンドガンの弾。オッケー、32発プラス7発入ってるから結構弾入ったね。まあ、こっから逃走中に何かあるんでしょうけど。アホかよ、なんでだよ、マジで。お前の助けなんかいらない。ちょ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 、なんなんですか。ヘッドショット、ヘッドショット、ヘッドショット。ちょ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 、あー、ちょちょちょ、ボス戦ですか。ちょ待て、弾が切れてた。リロードできてない。リロードできてないから。ちょっと待って、ちょっと待って。私は期待されてる。私に期待されてる。リロード遅い。みんながね。よし、ヘッドショット。あなたを愛してる。死んだ。さすがに頭に何発もぶち込んだらね。待って、これ帰れない。待って、これどうしたらいいの。ミッションの目標が何もないんだが。とにかく帰ろう。お前も数。うわー、待って。あれ、近くにミアいたっけ。あー、これ完璧に意識失いましたね。何あー、引きずられてまー。ミアは生きてんのか、これ。
ご視聴ありがとうございました。今回の動画は楽しんでいただけたでしょうか。コメント、高評価、チャンネル登録、リクエストの方お待ちしております。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。